元 AKB、高城亜紀、&J1 トス、高橋隆二が熱愛。交際期間、1年以上、何度もスタジアムで応援。元 AKB48 のタレント、高城亜紀、27、が、サッカー J1 トスのディフェンダー、高橋隆二、25、と、真剣交際していることが、20日、わかった。複数の関係者によると、数年前に知人の紹介で知り合い、高城が高橋の誠実な人柄に好意を寄せ、真剣交際に発展したという。交際期間は、1年以上になる。高城は、初夏の京都旅行など出会いを育み、今季は何度もスタジアムに観戦に訪れ、声援を送った。仕事のない時には、佐賀、鳥栖市内に滞在し、全力で高橋をサポートしているという。市内では、二人が食事デートをする姿が、目撃されていた。高城の所属事務所はこの日、本人から、とても良いお付き合いをさせていただいていると報告を受けております。二人の行く末を見守っていきたいと考えております。と、コメントし、交際を認めた。高城は AKB48 の、6期生として活躍。テニスが得意で健康的な一面が人気となり、11年の選抜総選挙では、最高の12位を獲得した。12年に JKT48 に移籍し、16年にグループを卒業。現在はタレントとして活動している。高橋は、身長、187センチのイケメンセンターバック。空中戦に強く、U18 から U20 まで各世代の代表に名を連ねた。今季はリーグ戦24試合に先発出場し、守備の要として活躍している。姉の高橋メアリー潤、31、は、モデルと女優。高橋優、27、はタレントとして芸能界で活動中だ。J1 のリーグ戦は、残留争いが激化。鳥栖は現在15位。14位、湘南。16位、名古屋とは、勝ち点37で並んでいる。残り2試合を勝って、高城に残留をプレゼントしたいところだ。